じゃあお気をつけて。よっしゃー、ありがとうございます。よしく、よく眠れたかい？はい、ありがとうございます。すごい、皆さん朝早いね。シクロスの家の歴史？そう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 、ここすごいからまた来たいけど、ちょっと遠いんだよね。あれ、尾道から自転車がレンタルで露出ができるんだったら、これ、はい、ここ綺麗だし、すごいよ。おはようございます。本日はここね、今治のシクロの家というところに泊まりました。いやー、いい宿でした。自転車ね、サイクリストのところなんですけども、お宿なんですけども、あのね、いろいろ話聞いちゃってね、自転車旅やりたくなりました。あれ、あの尾道から今治も自転車借りてレンタサイクルで来て、ね、あの乗り捨てができるらしいんですよ。すっげー魅力、やりたくなってきた。今度ね、ちょっと本気で考えてみようかなと思いました。そして今日が4日目だ。今日もね、まあ、今日一日夜、もう今日の夜成田に戻っちゃうんで、まあ、実質最終日になるのかな。だけども、だから今日いろいろこうプランするじゃないですか。もうね、家族で旅行行って、こういうの喜ぶかなとか、いろいろプランしたのが、もう今日もいろいろ考えてるんですけど、それがどうか、うまくいくかどうか勝負です。はい、じゃあ行くよ。おはようございます。よし、というわけで、まあ、今日の計画うまくいくかどうか勝負どころです。行きましょうか。 GO。 はい、おはようございます。すごくよく眠れました。いや、楽しい一夜でしたね。いろんなね、やっぱりね、前向きな人たちがいっぱい集まった。旅人は話が尽きぬ。でも我々行かねばならない。はい、行くよ。行こう、はい、6時3分の電車に乗ります。ちょっと電車長いぞ。はい、というわけで今日は今治駅からスタート。ちょっと電車長距離になるよ。ちょっとね、あのもうちょっとこうサクッと行けるつもりだったんだけど、改めて昨日夜調べたら距離が長い。そうするともう始発に乗るしかないんで、はい、6時ちょいの始発でスタートします。はい、おはようございます。おはようございます、バリーさん。というわけで行くぜ。あれかな、伊予西条だな、ね、向こうの方に行くだけよ。まずは伊予西条の方まで行こうか。よいしょよいしょ、ほっ、出ちゃってる。よしよし、行きましょう。貸し切り状態でーす。今終わり、ありがとうございましたって感じだね。はい、というわけですね、今この今治を出発しまして、はい、ずんどこずんどここう向かっておりまして、これから向かうのはさあどこだ。ここ1日かかった。いや、違う、香川のうどんの聖地。香川のちょい手前でね、あの高松の手前の丸亀、丸亀生命、そう、あそこに向かいます。だから今朝は朝飯抜いてんの。ちょっとね、予想よりね、予想より遠くてさ、結構時間かかるよ。じっくり電車乗ってください。丸亀に向かいます。はい、今日ね、7時頃に飛行機乗るんだけど、実質6時頃まではフリーです。眩しいね。で、父ちゃん全くプランを立てておりません。はい、OK。 今日はみんなで話し合いながら行きたい場所行こう。ただ交通手段をどうするか、いろいろ考えましょう。あんま長距離歩けないな。じゃあそういうわけで行きましょう。
井志津地山かな。でもあれも結構大きいね。ちょっとね、ちょっと大きいね。いずれ登りたいな。ゆっくりと向かって、なんかね、山の上にね、すごいな、金ピカの神社がある。これ石鎚神社って書いてあったな。石鎚山12円だ。よし、伊予西条1円1円、これ多分特急なんだけど、なんか向こうにあるのはそうかもしれない。普通列車、こっちが特急で、多分こっちが普通。あっちだ、こっちは特急。ここあるか。待ってくれてる。関川駅で特急列車離号待ち。なんか運転手さんがいいよね、あそこ。コキコキやってる首を。のんびりしてていいな。静かに。こんな感じ。関川。まだまだ先長いね。結構早朝の景色いいよ。すごいな、うちの方より緑が濃いの思うね。そうなんか川があんの？水？なんか水道かな？下水じゃない。なんかのんびりしていいな。あ、これがなんか南国みたいな感じだ。すごい天気。のどかだ。すっごいのどかだ。すごいのどかだ。発電所だ。うん？ん？でしょ？びっくりした。失敗かと思ったよ。発電所？変電所じゃねえかな。のんびりしております。まだまだ旅は続きます。海だ海だ海だ。ちょっと映らないけど。ああ、ちょっとしか見えない。海だ海だ海だ。いいね、やっぱ海は。7分待ちだからトイレ休憩。お、すごいすごいすごい、銀行だ銀行。ホーム間違えないでな。乗り遅れたら大変よ。お、特急来た、特急来た。特急じゃないか、あれは。トイレ休憩がある電車旅ってのは面白いな。すごい、つつじ祭りってこれ。なにこれ、右見てこれ。タイトルないこれ。でこれ。すごいですね。すごいぞこれ。うわー、立派だ。つつじがすっごい。豊浜駅か。すごいね、つつじだね。どんだけあんのこれ。はあ。花というよりもう木ですね、これは。これね。森のように。はあ。おそ、特急か。浜駅。すごい綺麗。いいですね、こんな中で花あるの嬉しいな。山が欠けとる。すごい。ああ、見ない。山が欠けとる。そうそう。なんだろう。なんだろう。なんだろうね。何があったんだろう。ここから見たら三角形出られる。あ、削ってんだね。削ってんだね。あ、びっくりした。卵割れたような。すごいな。綺麗だね。すごい。あの神社行ってみたいの。神社あった。あ、そう。
あ、じいちゃん。こんにちは。いい感じの神社がある。瀬戸内神社やっぱ最高だな。早くそして。綺麗。車内に忘れ物などございませんようご注意ください。こんなん押してたのね。そうそう、そうは何人だ。はい、というわけで着きました。はい、丸亀、丸亀かと思ったら丸亀って書いてあった。亀着きました。はい、というわけでですね、はい、ずっとここまで徒歩やら電車やらで来ましたが、はい、うどん屋を巡るのに交通手段どうする？あと、バスか、タクシー。悩んだんだけど車を借ります。あそこ行くよ。ちょうど目の前だった平成レンタカー、あそこ行きます。レンタサイクルもすごい惹かれたけどね、試しにレンタカーを乗ってみようかなと思いまして。いや、今日もいい天気で助かった。駅前もっとうどんうどんっていっぱいあるかと思いきや、意外とないね。すっきりしてる。超レンタカー、はい、今回世話になります。これ行ってみましょうか。どんな車かな。お、やったー、コマリックぞ。めっちゃコマリックぞ。はい、というわけで連絡になりました。はい、すっごいこの密着度っつうか狭っ。ケーってあんまり乗れないじゃないでしょ。何に慣れてないってね。俺がこのオートマを操作できる自信が全くないんだ。これオートマすげえやりづらい。とりあえずこれでお願いしますよ、ナビ。はい、お願いします。まず自分のそうガイドマップも借りれて。よっしゃ、うどん食おう。うどん、はい、とりあえずね、あの岸うどんっていうところに向かってんだけども、うん、正直いっぱいすぎてわけわかんないのさ。はい、だけどみんな腹減ってるでしょ。腹減りました。楽しんでいてね。とりあえず一杯食おう。はい、ほらね、とりあえず一杯食べたい。うん、じゃあ行きましょう。はい、岸うどんです。やってることに乗ろう。はい、レッツゴー。はい、とりあえず1軒目。イエーイ。ここから見るとどう見てもうどん屋さんに見えないんだけど、この看板があってあそこに上りがあれば、まあ間違いなかろう。行ってみましょう。すごい不思議な、これが本当にうどん屋さんなんでしょうか。まだ10時、10時、あ、まだだ。はい、うどん屋さん。よちくわ、混んでるなと思って見てきたら、冗談だろ。讃岐うどんは食べるもんじゃなくて待つもんなんだね。あのですね、もう難民になりたくないんですけど先生。さっき花丸うどんあったっけ。心折れそうだ。もっともっとに呼ばれてる気がする。呼ばれうどん、ラーメンに呼ばれてる気もする。うどんスイカスト、お急に呼ばれてる。誰キューマンって。